こんにちは。水のエリアが解けなかったので別のとこ行こうと思っています。そんなエリアあるのだろうか。茶色がまだないんだよね。ここはじゃあここまで。49。茶色っていうのは何だ。だいぶ先行ったな、多分。エリア3、エリア4を行かないと。これも今じゃない。これはどこ見てる？そっち。多分下に押すんだと思う。なんか下に落としてよかったのかもしれないわね。ここにも一つ箱があるじゃろ。これはわからないんだよな。ああ、いや、あの子に破壊してもらうのか。この辺からはあの子のコントロールできるんだけど、ボタンが押せ。うん。この状態でこの子を
落とすとどうなるんだっけ。ブロックが崩れるんだっけ。ブロックを押す。そしてその子はそこに留まる。違くね。この多分ここで茶色を呼んでいいと思う。それでさらにスイッチを押さないといけないのか。じゃあこの状態で、はい、そうするとこれは取れる。そんで、あそこのボタンを押しましょうは、転がってきた子を、紫色、無理だね。この子って水の上は、あーとワープ装置があった。これ星ってさ、これ泳げたらいけるよな。でもそんなフィーカあるかな。ゴロゴロくんをあそこの上に止めるにはゴロゴロ、あーいけるじゃん。さっきよりといけたね。何するんだっけ。今回木箱どうでもいいので、これをゴロ、何すんだっけ。この木箱を落として、木箱じゃないけど落として、このライン上であの子を止め、泳いでもいける。なんかじゃあ俺の考えてる泳いでいるっていうのは多分違う能力なんだな。なんか制限があるはずだ。何マス以内しか泳げないみたいなのがある気がする。クリア。エクストラエリアはわからないけど、紫色のやつって水に浮かないんだよね確か。この辺の上には行けないはず。間違ってたらごめんなさい。で、終わりか。ここがなんかあるんだろうなという色をしている。本当か？地面がね。スターで開けてスターを獲得できるという感じになってる。最初のエリア、まだ未知のものがたくさんある。スター20。この辺は地下も地上も込みのエリアだからね。あとは音符マークが、まあでもまだ行ってないエリアがあるので音符マークは多少仕方ない。
か突然破壊できる石とか壁とかっていうのがあるので、そこがあると辛いわね。ほんの少しだけ色が違うとか形が違うとかっていうのがあるんだが、ここ未だにこの菱形のアイテムを集め続けているメリットがよく分かってないんだよな。いずれどっかで交換できるのかな。音符マークで言うと箱の下とかに隠されてたらちょっと辛い。何解いたパズルを全部箱を動かしまくるみたいなことになるか。なるか。音符って地上と地下セットなんかな。地下は視界が悪いのであんまり見てない。音符でしょ。鳥、これあるけど意味わかんないのか。うん、ここに行くのは下から来い。下になぜ行けない状況になってるかちょっと、多分スターなんだけど、なんか地下経由なのかしら。地上から左下に入ることができない。濃い色の石って合わせないのかな。なんだこれ、先に行けないの。先に行けない。黄色の鍵を開けると下に行ける。各地にいろんなものがある。箱が一つ、転がる人が何人かいるが、こういう子を動かすのはこれ、どうやるんだ。この子を左に押す手段がなくない。ここに物を置く手段がないんだもん。考えてみるか。スイッチを押したいという欲望がある。ああ、そんな特性があった。一個押し出す、一個押し出す、怖いな。追わせる、そこ乗れるけど、したところで今じゃないよ。赤い鐘を鳴らすには左下のスイッチを入れないといけない。
南下のスイッチ入れるには、これって、まあ、一回そこで止まっちゃうよね。押しに行くと終わる。先に壊しておく。上のルートが壊れてると嬉しいのかな。ここから壊しに。行ったとて。箱を押し込めますけどね。ダメか。これがまた復活しちゃうから、箱を押し込みにはいけない。ここにいる子がもうちょっといいところにいるといいよね。だけど中に入ると私は出てこれない。箱越しに押せるんだっけ。ダメだ。箱の移動がキャンセルされる。ここにある箱って取んないとまずいのかな。じゃあ分からんけど。でもここにゴロゴロ君を持ってくるには赤い金を鳴らさないといけないんだろう。先に、あ、ちょっと待って、そうでしたか、そうでしたか、すいません、これは忘れてました。青いブロックは青いクリスタルを壊せるのか。忘れてました。これが鳴らせるようになって、スターはいけたり、これ鳴らせたり、これが開くことによるメリットは何なんだ？ここが分かんないよ。ここが。
え、わかんねえ。今溶けんのこれ。岩の種類が違うよねっていうところに対して、なんかアイテムを持ってないとダメなのかな。こっちの岩がこの子が破壊できますよとかだったらすごい納得感あるんだけど、何もこのゲームは教えてくれない。今解けるかどうか教えてくれない。ちょっとわからん。右側の鍵の取り方もわかんないな。ボロボロこっち持ってきたところで邪魔なんよね多分。あ、いや邪魔か。いや邪魔じゃないな。ここに来てくれたらよかった。多分このシタルトまだ行けない。茶色の岩の秘密を知らないと解けない。じゃあフラグでも立てるか。立てても多分ね、全マップ見直しはするよね。どっちかは音符マークがないということは地上に全部あると言ってる。地上に全部あるって言ってるけど、6分の2、未探索エリアが2個なのに4個見つかってないのはやばいね。あ、ちょっと待って。ああ、右側にあるわ。これ。よかった。ここはない。20、あと1個。でなんか地下って パズルが解けないみたいな詰まり方した場所はなかったような気がする。なんか岩が押せないので先に進めませんでしたみたいなやつがあったはず。あとは隠し通路があるかな、これね。この岩に何か破壊属性みたいなものを俺は手に入れるはずなんだよね、そのうち。水色がそれなのかな？っていう状況なので。ああ、そうだよ。絶対そうなんだよ。絶対そうなんです。
青色の岩を破壊する能力のようなものを俺は手に入れるはずなんです。ただそれは今ではない。地下にはまだ全然秘密が残っている。音符はない。音符はないかな。でも青い岩が破壊できるだと、ここの岩が軒並み破壊できることになってしまう。変か、それは変すぎるか。まあ戻ってきたものの、やはり適切な進め方をしないと芳しい成果は得られないなという印象かい。私は今どこに行きゃいいんだよ。どこに行って何をするかを。音符はない。どこに行って何をするのかを教えてほしい。ドア開くん。ああ、これはこれでやるべきことだった。よかった。なんかこれの存在すら覚えてなかったな。やばいね。音符なし。右下のやつ取ってない。これ解いてないの？あ、そっか。でも、ここを壊すと先に行けない。オッケー、なんか新エリア来た。ああ。20。
さっき20で履く場所あったけど。変なこと言ってる。上。これ各地にあったよ。でも。何か言ってるね。地下行って、上右左左だ。ん？全部同じなの？地下の左上上。うえ、なんかある。あ、岩破壊だ。パワーグローブだ。直進する。あ、岩の場所動かしてるんだ。ああ、何それ。岩が存在する場所を変えている。やば。あの鍵を取りに行くには穴のある空間を下に持ってこないといけない。で戻る。これで戻っていいよね。そうするとさらにエクストリアで赤い鐘を鳴らせ。あそこに行け。行って帰って来いがちょっと辛いか。ここを開けた上でこっちから入るのができる。できるかな。できる。そこで止まれればできる。止まれたからできる。帰りはこれ使ってよい。で、あとはスイッチを踏めだけど、これはつまりこれで踏んでることにな、踏むな、なのね。あれは踏めなの。この子は踏め。めんどいめんどい、ちょっとね。
よし。でも、これがあれば、この辺の変なのいろいろできるんだ。じゃあ次回にしよう。進展あってよかった。トンボが、トンボで完全に一回やられてますからね。あれもだからあのエリアの固有の何らかの謎解き。あとはひたすらスターを集めましょう。ただ、でもわかんないのか。地上にある茶色。まだ未検証だね。この岩っていうのがどこまで対象なのかがわかんない。要検討。